コーアチェラバレーはアメリカ合衆国カリフォルニア州の南部にある大きなバレーである。リバーサイド郡の南東部でサンバーナーディの山脈からカリフォルニア州最大の湖であるソルトン湖まで約45マイルにわたって広がっている。その全長にわたって幅は約15マイルあり、西にはサンジャシンと山脈とサンタローサ山脈、北と東はリトルサンバーナーディの山脈が 境界になっている。南東隅のチョコレート山脈からリトルサンバーナディの山脈の中心線に沿ってサンアンドレアス断層がバレエの中を横切っている。この断層は他の山の部分がハゲ山になっているのに対してその北側部分は緑の帯となっていて容易に視認できる。チョコレート山脈はアメリカ海軍の射撃演習地となっており、 その大半は一般の立ち入りができない。インランドエンパイア地域と比較した場合に南に隣接するインペリアルバレーと区別するためにデザートエンパイアと呼ぶことがある。地理学者や地質学者はインペリアルバレーとコーアチェラバレーを合わせてカウィーやボンチあるいはソルトントラフと呼ぶことがある。コーアチェラバレーは地理的に南カリフォルニアの農業とレクリエーションに使われている。 砂漠バレーである。人口は60万人に近い。人口が400万人を超え、アメリカ合衆国の中でも13番目に大きいインランドエンパイアに属し、その中ではサンバーナーディの大都市圏に次ぎ2番目に大きな小区分となっている。ジョシュアツリー国立公園内、リトルサンバーナディの山脈のキーズビューから南方を望む。左奥にソルトン湖 中央のサンタロサ山脈の手前がインディオ氏、その右のサンジャシンと山脈の手前がパームスプリングス氏、底面部にサンアンドレアス断層が視認できる。右奥は標高11,500フィートのサンゴルゴニオさん、コアチェラバレーは南西部をサンタロサ山脈とサンジャシンと山脈に、北東部をリトルサンバーナリーの山脈に囲まれている。 これらの山脈の峰々は標高が1万1000フィート近辺であり平均すれば3000フィートから4000となる。この山脈があることで南カリフォルニアの他の場所では多い海洋騒音を効果的に止めている。山脈の中の狭い峠を通ってあるいはカリフォルニア湾から北上して海洋からの気象条件がバレエ内に入ってくることがある。 1976年9月のハリケーンカスリーンはこの例である。夏季の日中の気温は下肢105度を滅多に下回らない。冬季の日中の気温は下肢70度から下肢90度であり、夜間の気温は下肢50度から下肢70度である。このことで冬季のリゾート地として人気がある。一年中暖かい気候のためにマンゴーやイチジク、 夏目ヤ市など熱帯性の果物が生産されることで知られている。地理的に南東にあるコロラド砂漠が北西に伸びてきた位置にあるが、20世紀初期以来10万エーカー以上の考えを行い、広大な農業地帯となってきた。コアチェラバレー水資源地区の2006年報告書では、このバレーの農作物年間生産量は5億7600万ドル以上と、 なり、1エーカーあたりは、約1万2000ドルとなっている。1938年から1948年に、オールアメリカン運河の支流として建設された、コンクリート水路である、コアチェラ運河によって、コロラド川の水がこのバレーにもたらされた。ロサンゼルス市やサンディエゴ市に、飲料水を導くコロラド川用水路が、リトルサンバーナーディの山脈の規定部に沿って、 バレエの北東端を通っている。サンアンドレアス断層がコーアチェラバレエの東側を走っている。この断層があるためにバレエ内には多くの温泉がある。西のサンタロサ山脈はレイクエルシノール断層帯の一部である。前世時代のシュトルツストロームの名残をマルティネスキャニオンで見ることができる。メッカの色付きキャニオンは小さな断層と共に先カンブリア時代。 第3期及び第4期の岩石層、不整合、悪地及び砂漠の地形を示している。コアチェラバレーで地震の引き金になる。地震活動は自然のものだが時として破壊的な現象になる。断層線上には温泉や間欠泉がある。これら自然の水資源によってこれがなければ過酷であったはずの砂漠環境で人間の 生活や開発が可能になっている。これまでコーアチェラバレーに影響した地震としては、1992年のランダーズ地震があり、地域でいくらかの被害を出した。バレー内を震源とする地震では1986年のノースパームスプリングス地震があり、そのマグニチュードは6.0、29人が負傷し、51個の家屋が損壊した。この砂漠の環境には、 絶滅危惧種である、カリフォルニアファンパーム、サンタロサ山脈やサンジャシント産地に住む、羊の一種、ビッグホーンシープ、砂漠固有の爬虫類でその生態数が、アメリカ絶滅危惧種法の数値を下回りつつある、フサーシトカゲなど様々な植物症や、動物症がある。その他砂漠の野生生物としては、地元固有種のアリ、コウモリ、甲虫類、クロウタドリ、ボブキャット、 クーガー、コヨーテ、ヒシモンガラガラヘビ、ノミ、キツネ、ブヨ、ジリス、タカ、アブ、ジャックウサギ、カンガルーネズミ、カ、マウンテンライオン、フクロウ、ハト、ウズラ、ガラガラヘビ、カラス、ゴキブリ、ミチバシリ、サソリ、クモ、シロアリ、ダニ、クサリヘビ、スズメバチ、ムチサソリ及びワイルドキャットがいる。コアチェラバレーには9つの都市と、その他の未編入の町がある。 コアチェラバレーは国内でも人口成長速度が高い地域の一つである。これにはリバーサイド群内にあることと1990年代の不動産ブームが寄与している。州の推計では2020年までに人口が60万人を超え、2066年には110万人になるとしている。人口統計学者はすでに総人口が50万人を超えており、 さらに冬の間にこの地域に来て滞在する、スノーバードと呼ばれる季節的な住人が10万人は、いる。パームスプリングスは、バレエの北東端にある。未編入領域としては、生誕のバミューダ・ドゥーンズと、サウザン・ドパームズ、北縁に沿って、インディオ・ヒルズ、スカイ・バレエ、ノース・パームスプリングスとガーネット、南東部にサーマル、バレリージャン、ビスタ・サンタロサ、オアシス、およびメッカがある。 カウィア族インディアンは、カバゾンバンドオブミッションインディアン、トゥエンティナインパームズバンドオブミッションインディアン、アグアカリエンテバンドオブカウィアインディアン及び、トレスマルティネスバンドオブカウィアインディアンに分かれており、それぞれがバレー内に居留地を持っている。地域の歴史を通じて退職者の避難所という意味合いがあり、高齢者や裕福な市民がコーアチェラバレーに来るようになったので、 住民に占める65歳以上の者の,の比率が高い。コアチェラバレーは、政治的にいくらか、保守的であるが、それでも多様な地域社会の一部として、ゲイやレズビアンを受け入れていることで知られている。最近の推計では、パームスプリングス住民の33%がゲイか、レズビアンとされている。カセドラルシティには、多くのゲイリゾート、バー、レストラン及びクラブがある。 パームスプリングス中心街のアリーナズ道路沿いに並ぶ多くの施設はゲイのためのものであり毎年開催される LGBT のホワイトパーティーの中心になっているおそらく国内で唯一公然とゲイを表明したアフリカ系アメリカ人市長であるパームスプリングス市の元市長ロン・オーデンのインタビューによれば多くの HIV 感染者が最近制定されてきた 広範な健康支援システムの恩恵を受けるためにパームスプリングスに移転してきている。このためにパームスプリングスは国内でも一人当たりの HIV 感染者数が最も高い都市の一つである。地域ではメキシコ系アメリカ人の政治家比率が高い。またラキンタ選出の州会議員、ボニー・ガルシアはプエルトリコの出身である。リバーサイド軍有権者登録事務所によれば 移転してきた有権者の大半は民主党支持であり、一方、コーアチェラバレー有権者の大部分は共和党支持である。近年、新しい郊外住民は共和党支持の傾向があり、長年の住人は民主党支持の傾向がある。コーアチェラバレーには多様な人種や民族が入ってきた歴史がある。かつてはコーカサス出身者が多かった。 2004年時点でコーアチェラバレーには37万3100人が住んでいる。このうち44.7%はヒヒスパニック白人49.9%はヒスパニック1.8%はアフリカ系アメリカ人2.1%はアジア系アメリカ人0.4%はインディアントエスキモー0.1%はその他の人種 根結は1.1%となっている。住人の歴史20世紀初期、アメリカ合衆国中から1000人足らずの常駐住民が村と周辺の農場や牧場、及びインディアン居留地に住んでいた。1930年国勢調査では、コーアチェラバレー人口の半分足らずが白人であり、残りはメキシコ系であり、特に東部には、 地域内の鉄道を維持するためのトラケロが多く、また地元のインディアンは貧窮化した、居留地に住んでいた。1890年代、スコットランド移民のウェルウッド・マーレーと、アメリカ東海岸出身のアメリカ人、ジョン・ガッスリー・マッカラムが共同で、パームバレーと呼ぶ農業コロニーを設立し、これがパームスプリングスとなった。その後は、アイルランド系とスコットランド系住民が多かった。 設立した二人はこのコロニーを暖かい気候と理想的な冬の住居ができると開拓者たちに宣伝した。1900年代初期に東海岸、カナダ及びイギリスからの出身者が多かったのはこのためである。地域の人口が成長したのは第二次世界大戦後にイタリア系やポーランド系住民が増えたことであり、その多くはリトルタスカニーと呼ばれる。 パームスプリングスの地区に入った。その後、ドイツ系、フランス系及びスカンディナビア系住人が加わった。今日カナダ、ヨーロッパ及びオーストラリアから多くの観光客が訪れ、あるものは定住する。イギリス人は休暇のためあるいはしばしば引退のために、パームスプリングスなど砂漠の都市に来ることが増えている。宗教生活、コアチェラバレーには、 ユダヤ人の社会があり、ユナイテッド・ジューイシュ・シティズンズ・オブ・ザ・デザートによれば、コーアチェラ・バレーには、推計2万人のユダヤ系アメリカ人が住んでいて、カリフォルニア州でも最大級のユダヤ人社会になっている。地域内には、あらゆる宗教や宗派があり、その最大のものは、ローマ・カトリックである。かなりの数のモルモン教徒が1900年代初期から住んでおり、末日聖徒、 イエス・キリスト教会の支部が3つある。ヒスパニック社会ヒスパニック系アメリカ人は、パームスプリングスの中部と東部で長くその地方を築いて、来ており、インディオ市とコーアチェラ市では、長年人口の過半数を占めてきた。2000年国勢調査では、コーアチェラバレー人口の約35%が、ラテン系である。しかし、アメリカ合衆国ヒスパニック商工会議所によれば、 住人の約半数がラテン系である。ヒスパニック系の大半はメキシコ系であり、多世代社会を築いているが、中央アメリカ系、キューバ系アメリカ人、プエルトリコ系アメリカ人及び南アメリカ系も多い。隣接するメキシコからの移民のこの20年間の傾向はカリフォルニアの他の地域よりもコーアチェラバレーの文化に多くの面で影響を与えてきた。 ヒスパニック系移民の大半はこの地域で年間を通じて可能な農業で働くために来ていたが今日では建設業や家屋のリフォーム、リゾートの接客業、造園業及び小売業でも職を見つけている。その他の人種と民族、カウィーア族インディアンの存在は地域での生活で消失している。カジノや土地を所有していることで地元インディアンの多数は収入が 上位のクラスに入る。南カリフォルニアのアメリカインディアン国民会議によれば、地域住民の5%足らずがインディアンである。アフリカ系アメリカ人は、パームスプリングスの北端と東端に集中しており、またインディオやデザートホットスプリングスにも居住するが、地元、アフリカ系アメリカ人は中流及び裕な地域では、どこにでも住んでいて、人口構成比は5%足らずである。 地域には、インド系アメリカ人が1万人住んでいて、1930年代と1940年代に、農業労働者となった者の,の子孫である。さらにファームデザートには、フランス領ポリネシア出身の太平洋諸島系、タヒチ人が1000人住んでいる。その他の民族集団としては、アジア系と小さな波として、アルメニア人と中東からのアラブ人がいる。 これらは1900年代初期の地域農業に関わった。近年、イラン人やイスラエル人、東、インド人及び、韓国人も、家屋を購入するようになり、しかも、投資目的でより高価なものを購入している。寛容さの協調を2000年代半ば、パームスプリングス市当局と実業界の指導者が、市の寛容さ、また多民族が密接に生活していることについて、 死の緊張をほぐすような姿勢を生んでいる多文化性をしくすために、誇りの印として、憎しみのない地帯宣言を非公式に行うことを検討した。特にゲイやレズビアンに読まれている雑誌、アドボケートがゲイやレズビアンの生活様式について、世界で最も人気のある場所の一つとして、パームスプリングスを選んだ。コアチェラバレーは、アメリカ合衆国でも夏目ヤ市の主要産地であり、 国内生産量の95%を生産し、毎年インディオで開催されるリバーサイド軍祭と全国夏目屋市祭りで祝っている。夏目屋市を育てる初期の試みは1890年頃のことであり、アメリカ合衆国のオム省がイラクやエジプトから夏目屋市の苗木を輸入した。この時、アメリカ合衆国南西部のニューメキシコ州ラスクルーセス。 アリゾナ州ユマとフェニックス及びカリフォルニア州の数都市に68本の苗木が配られた。カリフォルニア州の都市はインディオ、ロサンゼルスに近いポモナ、トゥーレアリ、及びサンディエゴに近いナショナルシティだった。この時輸入された苗木は全てオカブであり、ほとんど果実を生まなかった。コアチェラバレーが有望だったので農務省の園芸家、バーナード・ジョンソンが1903年9月に アルジェリアから持ち帰った多くの苗木を植えた。ジョンソンは彼自身の発案で1908年及び1912年にもさらに多くの苗木をアルジェリアから輸入した。コアチェラバレーのナツメヤシは現在のメッカ近くで農務省が行った実験にその期限をたどることができる。ナツメヤシの樹林は現在のカセドラルシティからソルトン湖の間で育てられたが、 1990年代までに土地開発のために植え替えられた。今日の夏目やシジュリンはほとんどすべてインディオの南にある、イーストバレー、コアチェラ市近く及びラキンタの東にある。コアチェラバレーで生産されるその他の農産物としては、どう、レモン、ライム、オレンジ、グレープフルーツのような柑橘類、玉ねぎとニラネギ、及び胡椒などの果物と野菜がある。 バレーの平面部では、アルファルファ、朝鮮アザミ、アボカド、豆類、ビート、キャベツ、人参、トウモロコシ、メンカ、キュウリ、タンポポ、ナス、イチジク、穀物、ホップ、コールラビ、レタス、マンゴー、ネクタリンと桃、柿、プラムとプルーン、ザクロ、ジャガイモ、ラディッシュ、ほうれん草、イチゴ、砂糖キビ、トマト、 様々なハーブとスパイスなどの野菜が収穫されている。コーアチェラグレープフルーツはここが原産である。コーアチェラ市は農製品の出荷地点になっている。庭園用草、花、木が暖かい気候あるいは砂漠の気候を利用して栽培され、ゴルフコースや庭園作り用に販売されている。農業は昔からの住人にとってその大多数の基盤になっている。 2000年国勢調査でコーアチェラバレー住人のわずか10%がこの土地で生まれ育ったものであり、この比率はアメリカ合衆国の立ち域よりかなり低い。昔からの住人はその両親や祖父母が農夫や労働者としてこの地に来て、バレーの頭部を厚い砂の砂漠から年中作物を育てられる緑の肥沃土壌に変えたものである。 コアチェラバレーとインペリアルバレーの農業における奇跡は一部は考えにより最終表記に淡水湖だった時代からの地下水がありオールアメリカン運河が1940年代に完成してコロラド川の水を大量にもたらしたことによっているソルトン港に近いメッカで最近魚農業すなわち水産養殖業が地元経済にとって有望なものになっており 特に大きな円錐湖の不安定な生態系を再生させる試みになっている。週刊高速道路10号線側から見るサンゴルゴニオ峠ウィンドファーム南側にあるサンジャシンと山脈のパームスプリングスエリアルトラムウェイ頂上から見下ろすウィンドファームバレーの北西、週刊高速道路10号線沿いのサンバーナーディーのリバーサイド漁師からの入り口はサンゴルゴニオ峠と呼ばれており、 地球上でも風の強い場所である。冷たい海岸の空気がこの峠を通るように押され、暑い砂漠の空気と混ざって、カリフォルニア州でも安定して、風力発電を行える三つしかない理想的な場所の一つにしている。サンゴルゴニオ峠ウィンドファームでは、砂漠や丘の上、高速道路の両側に、数百の風車が立ち、峠の頂点から接近する観光客を出迎え、 地域のシンボルになりつつある。州内にある他のウィンドファームは、モハーベとベーカーズフィールドの間のテハチャピトンゲ、リバモアに近いアルカモント峠である。コアチェラバレーの名前の由来についてはいくらかの議論がある。昔の地図ではこの地域をスペイン語で貝殻を意味する、コンチラと表記していた。この地域は過去に広大な内陸海の一部だったので小さな化石化した。 南大動物の殻がほぼどこでも出土していた。民間の伝承では、サザンパシフィック鉄道の測量体に与えるデータを書き写すように言われた地図制作者が誤って、こんちらをコーあチェラに書き換えてしまったということである。鉄道会社は、費用のかかる地図の書き換えよりも綴りの間違ったコーアチェラを地域の名前に採用することを選んだ。 コアチェラという名前が単純に創作だと考えるものもいるが、これはありそうにない。この地域は1857年にエドワード・フィッツ・ジェラルド・ビールによって測量され、その測量体は砂漠を横切るためにラクダを使った。その工程は主に歴史的なブラッドショートレールに沿っていた。19世紀後半にサザンパシフィック鉄道が通り、 豊富な地粉の井戸が発見されてからこの地域は拡大を始めた。1898年にインディオで生まれたシンダレラ・コートニーがこの地で初めての非インディアン出生者となり、男の子の場合は1899年のデイビッド・エルジンが最初だった。1926年にアメリカ国道99号線がコーアチラシとインディオの北を通り、西のロサンゼルス市とつないだ。 これはほぼ現在の週刊高速道路10号線に沿っている。このことで国内の他地域に対して農業、商業及び観光の道が開けた。さらに1930年代初期にカリフォルニア州道111号線が開通し、バレー内を対角線に横切り、主要都市のすべてを結んだ。ジューン・マッキャロル博士は当時サザンパシフィック鉄道の看護師でその事務所が、 インディオのアメリカ国道99号線に面していたが、たびたび正面衝突事故が起こったために、道の中央に島模様を描くことで上下線の区別をした最初の人物になったとされている。この標準は聖地化され世界中で採用されるようになった。マッキャロル博士はインディオを通る週間高速道路10号線の一部にその名前を付けられることで記念されている。 コーアチェラバレーは1980年代と1990年代に不動産ブームの主要な対象となり、この時は高齢者や登記住人及び引退者に限られなくなっていた。幼い子供のいる家族や若い成人がパームスプリングスやその周辺の安い住宅価格や家賃に興味を持つようになった。観光地としてのパームスプリングスが世界に宣伝され、 海外からの来訪者が増えて、現在では年間を通した地域社会となっている。コーアチェラバレーは、アメリカ合衆国南西部のネバダ州ラスベガス、アリゾナ州フェニックスあるいはニューメキシコ州サンタフェと比較されることもあれば、南カリフォルニア州の一部として人気のあるサンディエゴ、オレンジ郡、ロサンゼルス市及びインランドエンパイアの他の都市と比べられることもある。 2003年の雑誌社コンデナストパブリケーションズの評価ではパームスプリングスが世界の良か利用地トップ10に入りしかもその中で人口が最も少ない街となったコアチェラバレーは年間350日以上の日照があり夏は極めて暑いが冬もアメリカ合衆国西部では最も暖かいということでバレーを取り巻く山脈の多くの谷で ハイキングや乗馬が人気のあるレクリエーションになっている。最も訪れるものの多いアウトドアスポーツの地域としてサウザンドパームズキャニオンがある。コアチェラバレーはかつてカレクサネツアレルギーを患うものにとって安全な避難地だった。その後、ゴルフコースや年間を通して青い芝地が増加し、20世紀前半に帰還支援。 排気症及び気管自然息を患う者が健康上の理由で天地を選ぶようになった。1900年代初期、パームスプリングスは理想的な農業庁であり、小規模農業経済に転換された土地もあった。これが失敗した後、すべての農地と樹林は家屋とゴルフコースで置き換えられた。年間を通して、緑の環境を維持できる地下水に恵まれていたサーマル、メッカ、 オアシス及びビスタサンタロサのようなコアチェラ、バレーカ流の地域では農業が成功した。地域内に200以上のゴルフコースが作られ、世界でも評判のゴルフを楽しむ地域の一つとなった。毎年サンクスギビングデーには、ラキンタでメル,ルリンチスキンズゲームが開催され、ゴルフ界の名選手を引きつけている。PGA は、ラキンタでの存在感が大きく、 PGA ウエストゴルフと複合住宅もある。PGA ウエストはヒューマナチャレンジのホストコースであり、テーマパーク、ディズニーカリフォルニアアドベンチャーで、IMAX を使ったアトラクションのソワリン、オーバーカリフォルニアでも、ここのフェアウェイが使われている。地域内には、地元インディアン部族が運営する高級なラスベガススタイルのカジノも点在し、自然の高水度のあるリゾートホテルと、 温泉もあるので大きな観光地になっている。20世紀最大の工学的業績の一つとされるロープウェイ、パームスプリングスエリアルトラムウェイでバレーテーブから標高8516フィートのサンジャシントサンまで行くことができる。パームスプリングスには国内でも最大級のミッドセンチュリー建築が集まっている。数千の家屋、アパート、ホテル、 事務所ビルなどがこのスタイルで設計された。世界中のミッドセンチュリー建築愛好家がこのためにパームスプリングスを訪れている。パームデザートのエルパソドライブ沿いでは彫刻の入れ替え展示が行われている。パームスプリングスはハリウッドの小型版となりユタ州サンダンスと競っている。毎年1月に開催されるパームスプリングス国際映画祭と8月に開催される パームスプリングス国際短編映画祭は歴史あるプラザ劇場で行われている。プロテニスのファンには2000年にオープンしたインディアンウェルズテニスガーデンがあり、毎年3月に BNP パリバーオープンテニス選手権が行われている。毎年4月、インディオではリバーサイド軍祭と全国夏目足祭りが開催されている。インディオではインディオ エンパイアポログラウンドのロックミュージック、コンサート会場で毎年コーアチェラバレエ音楽祭も開催されており、その注目される演奏と景観の美しさで、国内でも上位の音楽祭と認められている。バレエの北にある、ジョシュアツリー国立公園、南にある、サンタロササ脈とサンジャシントサンチ、西にあるスノート、サンド国立保護区などでは荒らされていない砂漠の自然を、 楽しむことができる。パームデザートには、リビングデザート動物園と野生生物ガーデンがある。その他の活動には、以下のものがある。映画館カッコ内は、スクリーンスー、コーアチェラバレーは、1930年代以来、ハリウッドの映画スターを引きつけてきた。ビングクロスビー、チャールズ・ファレルおよびラルフ・ベラミーが、パームスプリングスでは、初めてのテニスクラブを設立した。 クロスビーはさらに、ランチョミラージュにブルースカイズトレーラーパークを設立した。これは、高価な移動住宅群であり、その住宅それぞれに、個別のテーマを持たせた。その他、1930年代や1940年代に、パームスプリングスを訪れた著名人には、ハンフリー・ボガート、ジョン・バリモア、ダグラス・フェアバンクス・ジュニア、メアリー・ピックフォード及びジュディガーランドがいた。 パームスプリングスの通り何もなお残すファレルは後に市長に選ばれた。ファレルドライブは計画されていたパームデールの町まで当初建設される予定だった競技場鉄道の通行権があったパームデール鉄道のルートに建設されている。パームデールの町が建設されることはなく、鉄道も数年間運行した後に廃線になった。その枕木は地域で初期の住宅建設に利用され、 そのうちのコーネリア・ホワイトハウスは今のパームスプリングス中心街に残っている。連邦議会栄誉賞を受賞したウィリアム・マック・ゴナグルはコーアチェラ高校の卒業生であり、バレエを退役後の住みとした。もう一人の連邦議会栄誉賞受賞者、ミッチェル・ペイジはパームデザートに住み、ラキンタに開校した中学校にはその名が付けられた。ジャクリーン・コクランは 女性空軍パイロットの設立者活指揮官であり、晩年はインディオに住んだ。2005年、マイクロソフトの CEO、ビル・ゲイツは、インディアンウェルズにある、ヴィンテージクラブ・カントリークラブに家を購入し、所有しているとされている。エルビス・プレスリーは1967年に、パームスプリングスを、ハネムーンで訪れ、イゴランドもここを訪れた。フランクシュナトラ、ボブ・ホープ、 およびダイナショアはこのバレエに住み、それぞれフランクシナトラセレブリティゴルフトーナメント、ボブホープクライスラークラシック、ナビスコルプガという3つの主要、ゴルフトーナメントを創設する提唱者になった。ボブホープクライスラークラシックは現在、コメディアンで、ゴルフの愛好家、ジョージ・ロペスが主催している。この3人とも、トーリナにその名を残している。 これは元大統領のジェラルド・フォードも同様であり、長年ランチョ・ミラージュに住み、アイゼンハワー医療センターの構内にある、ベティ・フォードセンターはその妻の名を冠した薬物乱用防止施設であり、フォードはその講演者だった。アイゼンハワー医療センターは、元将軍かつ元大統領のドワイト・ディ・アイゼンハワーの名を冠したものであり、アイゼンハワーもバレーに一時期住んでいた。この医療センターは、 バレエの住人で100万長者のウォルター・アンネンバーグの名を冠した建物を加えて拡張された。シナトラとその友人であるディーン・マーティン、ペリー・コモ、トニー・ベネット、サミー・デイビス・ジュニア、ローズ・マリー・クルーニー及びコニー・フランシスは1950年代と1960年代にコーチェラ・バレエのセレブの社交会をしばしば訪れた。パームスプリングスにつながる主要道路は単純に 空港道路と名付けられていたが、2004年10月17日にカーク・ダグラスへと改名された。ダグラスは地域の大きな講演者であり、50年間以上もバレーに住んで、現在もモンテシトに住んでいる。ダグラスは、その50年間以上にわたって地域の近代化を推進する指導者となってきたとされている。その息子、マイケル・ダグラスも俳優であり、 女優の妻キャサリンゼ・タ・ジョーンズと共にパームスプリングスに住んでいると言われている。ルシル・ボールとデジ・アーナズはランチョ・ミラージュの高級住宅地サンダーバード・ハイツ造成を提唱した。ここにはジェラルド・フォード元大統領と妻のベッティも住んでいた。雑誌パームスプリングス・ライフによるとこの住宅地の名前が1954年を遅くに新しい車の名前 フォード・サンダーバードになった。またこの雑誌は、ゼネラルモーターズの重役お気に入りの休暇スポットが、パームデザートのエルドラドカントリークラブであり、その名前は1年前のキャデラックのトップモデルに与えられたことも伝えている。地元の自動車の歴史では、工業デザイナーのレイモンド・ローウィが、パームスプリングスの自宅で、スチュード・ベーカー・アバンティのデザインをしたことになっている。 特に1950年代以来、パームスプリングスとその周辺のゴルフクラブは、セレブのプレイグラウンドと言われてきたが、以前ほどはセレブは、訪れてもいないし住んでもいなくなった。2000年代には、スターパワーが復活しつつある。ルシルボールとデジアーナズは、インディアンウェルズカントリークラブ建設の費用を出した。インディアンウェルズは1956年に、有名なデジルコートに、 冬の住居を設立し、1970年代と1980年代にダウンバレーにおける成長の主要因になった。大半がゲーテッドコミュニティであるインディアンウェールズはアメリカ合衆国の小さな町の中でも一人当たり収入が最大級であるのに対し、カリフォルニア州道111号線を南東に少し行ったところにあるコアチラ市の場合は、 国内の人口1万人から5万人の町の中で下から3番目である。ただし、地域が発展するにつれて、コアチェラ市も急速に変化している。アイゼンハワー元大統領の記念碑がインディアンウェルズ市役所の前提芝生の上にある。ここには、町の800人の退役軍人を記念する名番もあり、高齢者の多い住人の中に退役軍人が占める比率も、 高いことを示している。コーアチェラ市にもベトナム戦争退役軍人の記念碑があり、この町も退役軍人が占める比率額、また市の人口構成比で90%以上がラテン系であるためにスペイン語の性が多いことも示している。その他、コーアチェラバレーで育った有名人には次のようなものがいる。コーアチェラバレーは、 パームスプリングスの表題の下にニールセンとアービトロンの視聴率調査市場となっており、地元のテレビ局8局とラジオ局20局が対象である。NBC 系列のクミール TV が1968年10月に開局し、パームスプリングス市場で最初のテレビ局になった。タイムワーナーのケーブルテレビ視聴者は、ロサンゼルス地域のテレビ番組を視聴できる。 衛星放送のテレビとラジオも視聴できる。コアチェラバレー東部では90マイル離れたメキシコのテレビを受信できる。ラジオではモリスコーポレーションが所有するパームスプリングスのデザートラジオグループが AM3 曲と FM3 曲を所有している。パームスプリングスの RM ブロードキャスティングは FM4 曲を所有しているので FM では最大である。同じく パームスプリングスの R&R ブロードキャスティングはは、AM、FM 各2局を所有している。新聞では、カネットカンパニーが所有する、ザ・デザートさんが地元日刊誌である。ロサンゼルスタイムズも販売されている。ザ・デザートバレースター・ウィークリーは、唯一の独立系週刊誌であり、無料で500カ所以上で配布されている。地元で最も知られた、出版物、 パームスプリングスライフはバレエの裕福で有名なエリート層に読まれており、コアチェラバレエやアメリカが州国西部全体の都市部で読まれている。多くの定期観光物が地域の LGBT 社会で読まれている。例えばザボトムラインマガジンやインマガジンである。パームスプリングスは多くのデスコアフェスティバルやバンドがあることでも知られている。コアチェラバレエには 若者社会向けに確立されたアートブログであるザ・コーチェラバレエアートシーンブログがある。地域の航空路は、パームスプリングスにあるパームスプリングス国際空港、サーマルにあるジャクリーン・コクラン地域空港及び、バミューダ・デューンズにあるバミューダ・デューンズ市民空港が利用できる。週間高速道路10号線がバレエの北縁を走っており、カリフォルニア州道11号線は、 バレエの南西園を約30マイル走り、コーアチェラバレエのほとんどすべての都市の幹線道路になっている。4車線の高速道路カリフォルニア州道 86S 号線が1990年代初期に完成し、2車線の州道86号線の特別バイパスになった。当初のアメリカ国道99号線のルートを示す歴史標識が インディオ市内のインディオブエルバードとコーアチェラ市内のハリソン通りに見られる。バレーの公共交通はサウザンドパームズに本拠を置くサンライン交通局が運行しており、これは燃料電池で動く大型バスを含め代替燃料に完全に転換した機関として国内初のものだった。コーアチェラバレーには3つの公共教育学区がある。すなわち、 コーアチェラ市のコーアチェラバレー統一教育学区、ラキンタ、インディオ及びパームデザートを管轄するデザートサンド統一教育学区及びパームスプリングス、カセドラルシティ及びデザートホットスプリングスを管轄するパームスプリングス統一教育学区である。バレー内の高校は10校、私立学校は、教会が運営するものや軍が運営する学校など19校がある。高等教育は、 カレッジオブザデザートがあり、パームデザートにある、主キャンパスでは、短大レベルのコミュニティカレッジと4年生カレッジがある。サーマルにイーストバレーキャンパスをパームスプリングスに、ウェストバレーキャンパスを新しく建設した。北緯33度49分26秒、整形116度31分49秒。 北緯33.82389度整形116.53028度33.82389-116.53028ありがとうございます。